よろしくお願いします。はい、じゃあ車あげますね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では行きます。せーの、1、2、3。はい、OK です。ちょっと前でますね。はい、今お尻一番後ろに詰めていただいて。あ、ついてます。はい、はい、ありがとうございます。ということで今日はよろしくお願いします。自己紹介大丈夫ですか？じゃあ、はい、自己紹介、そうですね、はい、東京力さんのリエと言います。よろしくお願いします。はい、リポンです。初出場です。よろしくお願いします。やっと登場してくれました。嬉しいです。あの、噂にも聞いてたんですけど。噂にはと、どういう噂を聞いてるんでしょうか？あの、はい、YouTuber の方がいつもいらっしゃってるっていうのを聞いて。今、あ、そうですね、今でもあのジャパン、あ、ガイドトゥジャパントラベルさんかな、あの男性の方1名、はいはいはい、新しくあのされてるそうで、なんかあの1月ぐらいが多かったですね。私1月から始めてます、ね、はい、ちょうどいらっしゃらない頃だったので。そうなんですよ。で、私1月いなかった。そうですよね、学校がお忙しい。学校も忙しかったですね、冬は。ですよね。で、ちょうどその頃に始めたので、はい、あのりえちゃんを出してという声がリクエスト多かったんで。やっと本当ですか？はい、いや、毎週来るんですよ、このリクエスト。わー、嬉しいですね、皆さんに知っていただけてて、はい、ちょっともう皆さん、あの、待ち焦がれてる感じだったので嬉しいです。ありがとうございます。日本語で大丈夫ですので。はい、わかりました。嬉しい。見てらっしゃる方は外国人の方が多いですか？ほとんどそうですね。9割ぐらいは。そうなんですか、ね、はい。それではお時間なんですけど、はい、今10時5分なので、はい、ここから70分ということで、だいたい10時15分ぐらいに到着したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では、はい、じゃあ出発します。行きます。行ってきます。行ってきます。ありました。ということで、今日は今戸神社に行きたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。今戸神社で少しあのファンの方から質問来てるのをお答えいただくので。あ、なるほど。はい、それまでは。でも早速前戸神社行っちゃいますか。はい、行きましょう。はい。さすが、よく分かってらっしゃる。ありがとうございます。あの、僕デビューの動画を見たんですよ、前に。3年前かな、あの研修がの頃の動画が上がってるんですよ、リエさん。実は結構もう長いんですよね。ミサちゃんより長いという噂が。はい、2年前のこれぐらいだったと思います。そうなんですね。もう3年近くってことですね。2年、丸2年。2年、そうですね、2年ちょっと経ちましたね。結構その間に女性のドライバーさん増えましたよね。すごい増えましたよね。私いた時は、はい、女性以外にあと2人いたんですよね。ああ、はい。でもあの2人とももう卒業しちゃったので。そうですよね。リバーシル株ということになっちゃいました。まあ古株なのにめちゃめちゃフレッシュです。はい、あの動画では何度も拝見してるんですけど。嬉しいですね、ありがとうございます。実物ものすごい綺麗です。あのこれ伝えたいんですけど、動画でしか伝えられなくて。もうすぐ今就活ですか？そうですね、今ちょうどやってます。あ、じゃあかなり忙しいですよね。そうですね、でもなんかピークが結構3月4月だったので、はい、だんだん終わりかけでもあるんですけど。あ、そうなんですか。まだ完全に終わってるわけではないみたいな感じですね。どんなかん、あの答えられる、あのこれごめんなさい、これプライベートなことを聞くことが多いの。ジャパンエクスプローラーさんの、はい、僕フォロワーで、あの YouTube を始めたので。あ、そうなんですか。はい、この動画を撮るために、全部いろんな技術を覚えたり、はい、したので。すごい、本当ですか。はい、まだ始めて
まだ半年ぐらいかな。あ、でも10月からですか。もう少し経ってますね、はいはい、で人力車動画は1月からなのでやっとお会いできました。なのであのプライベートなことを聞くんですけど、答えられないことは答えなくて大丈夫ですよ。やりました、はい、え、ちなみにどんな関係のお仕事したいとかあるんですか。そうですね、私あの実際のメーカーなんですよ。え、何のメーカー。タイヤのメーカーに勤めてます。タイヤ。そうですね、タイヤってブリヂストンとかそういうイメージですか。そうです、そうです、はい、に勤めてて、はい、なので、まあ、なんか自分もし伝統なんかメーカー、はい、がいいかなとかって思ったりします。え、勤めててっていうことは会社員なんですか。あ、そうですよ。え、嘘、学生さんでもあるんですよね。あ、あの父親がですね。あ、あ、お、あ、あ、なるほど。りえちゃんのお父さんが。そうなんですよ、メーカーなので、なんか、はい、自然とあのメーカーかなと思いながら始めて、はい、まあ今もそうですね、メーカーがメインです。あ、そうなんですね。なんとなく華やかな、どちらかというともっと華やかな広報とかに行かれるのかなと思ったので。はい、花があるので。ありがとうございます。あ、メーカー、事務職とかをご希望されるんですか。そうですね。あ、そうなんですね。なんか長く働けるところがいいなと思ってますね。はい、長く働くの大事です。、はい、そうですか。結構でも周りの友達はなんか転職考えながら生活してる人もいたりするんですけど、はい、転職を考えながら。そうです。もうお勤めの方が転職を。あの学生で、あ、はい、学生の時点でなんかいつか違うところに転職する。あ、キャリアアップをしたいっていうことですね。そうですね、いろんな、はい、桜は散ってしまいましたが、こんな感じです。夏って感じします ね、はい、ね、夏ですよね。そういえばなぜあんなにダンス上手なんですか。ダンスは、そうですね、私高校の時にチアリーディングやってたんですよ。チアリーディング。そうです、あの人が飛んだりするやつ。いや、可愛いだろうな、きっと見たい。あのチアリーディングの、はい、あの一番上のポジションやってたんですね、はい、あの一番上でポンと飛ぶ人とかですか。はい、飛んだりするやつ。はい、でなんかまあチアリーディングってそういうなんか飛ぶやつがメインなんですけど。まあそうですね、花形ですよね、スターです。はい、チアダンスっていうのがはいちょっとありまして。ありますね、はい、チアダン、あの平瀬すずちゃん、はい、チアダン、はい、あれがなんかそのチアリーディングの演技の3分の構成の中に30秒ぐらい、はい、まあ、ちょっと入ってくるんですよ。ああ、入りますね。そうですね、はい、私はまあダンスもやりながらチアリーディングやるみたいな感じになるんですけど。ってことは、まあ、言ってしまえばメインだったんですね、チアですよね。まあ、確かに一番目立つポジションではありましたね。そうですよね。だからなんか自然とダンスをなんか練習していた。そうなんだ。そんな感じ。そう、TikTok のダンスがすごくて。本当ですか。はい、ね、芸能関係の方なのかなって最初思ったんですよ。なんだろうなと思って。そうなんだ。いや、これ今通力のお仕事どのくらいされるんですか。まあ、一応あの卒業するまで続けようかなと思ってますね。はい、あとじゃあ1年くらいないぐらい、はい、そうですね、1年ないぐらいです。週1回ぐらい今来てます。そうですね、だいたい土日どっちか来たりしてます。あ、そうなんですか。そうです。これからまた撮影のあの動画見て撮影 NG にならないように気をつけます。全然大丈夫ですよ。なんか、まあ、6月ちょっとどうなるかわかんないですけど、はい、もうちょっと撮れたらいいなと思いながら。そうですよね、皆さんなかなかこうお仕事、バイトですからね、皆さんね。アルバイトですからね、これは。そうなんです。メインの仕事ではない。なんか私なんか他にバイトもいろいろやってて。あ、はい。そうなんですよ、だから。スタバと。あ、そうです、スタバもやってますね。はい、あと他にも。なんかもう今はやってないんですか。はい。車が間違えましたね、信号。はい、すいません、前の車が信号間違えたようです。
青信号、グリーンライトです。大丈夫です。私が出発したからかもしれないですね。はい、ゴートゥ今戸神社、今戸社なんだっけ、今戸神社はなんだっけ、シュライン、あ、シュラインだ、今戸シュライン、さすが。アジサイだんだん咲いてきました。アジサイ、あ、本当だ、綺麗、後でフォロー入れます、綺麗よ、綺麗、取りに来ます。もうちょっと6月ぐらいになったら、本当綺麗、ね、いや、ここ、こんなに綺麗になるんですね。僕、あの冬のずっと緑のない時期から始めたので、今が一番綺麗だと思ってます。素晴らしい。はい。あ、見えるかな。スカイツリーと一緒に。スカイツリーと一緒に。はい。綺麗です。本当に綺麗。いや、このショット綺麗。あ、可愛い。ちょっと待ってくださいね。もちろんです。いや、ここは3人撮りたいです。このまま何撮影してます。もうちょっと。はい。あ、気をつけて。よくですね、あの両手で撮れるんです。すごいですね。片手カメラで、片手携帯で。でもいいですか。はい、もちろんです。いや、かわいいですか。あ、ここちょっと動画の方ごめんなさい。はい、ありがとうございます。いや、あの関係なくあげるかもしれません。もちろんです、全然大丈夫ですよ。あの東京力車は、はい、これコメントであったんですけど、なぜ綺麗な女性の方ばかりなんですかっていうのがあったんですよ。確かにもうみんなすごい可愛いです。そうなんです。あの筆頭ですよ。大丈夫ですか。ありがとうございます。とかみんなすごいですよね。なんでですか。いや、僕あのそれでミサさんが芸能人芸能活動されてるって聞いてたので、それで、あ、そういう方だけタレントさんみたいな方が集まってるのかなと思ったら、そうでもないんですね。皆さん、あのももちゃんって会ったことあります。はい、ももちゃんは、はい、一度実はあのももちゃん今動画 NG なんですけども、はい、今ちょっと1回目の時は OK だったので撮らせていただきました。ももちゃんなんか芸能関係やってます。あ、そうなんですか。芸能関係でもないかもしれないんですけど。あ、そうなんです。何か活動され始めたんですかね、わからないですけども、ちょっと、はい、僕もあのね、ソニーに聴くだけってないんで言っていいのかどうかわからないし、あれですけど、何かをされてるんです。あ、まあまあまあ、ももさん見たとももさんぐらいですね。まあ、ももさんもお綺麗ですからね。そうなんですよ。はい、僕も最初びっくりしました。なんか、みさみさんは何かあれですよね。なんか、どっちかっていうと女優さんみたいな、そういうように。はい。ももちゃんのアイドルみたいな、かわいいように。ああ、そうですね。そんなからそういうの。はい。英語できますね。僕もこれ会話を、まあ、自動翻訳なんですけど英語の字幕をつけるので、ほとんどの方が英語できます。あ、でも日本語で最近かわいいとか来ますね。本当ですか。はい、ありがとうとか。別になまってないんですよ、コメントですからね。イメージです。すいません。カメラ近く見えるんですけど、音をきれいに撮りたいのでちょっと近くなったりする。なるほど、音もそこから。はい、前から撮ってるんですけど。おー、なるほど。僕の声いっぱい入ってるんです。あまりいいんじゃない。すごいいいカメラですね。あ、そうですか。小型で使いやすい。小型で、はい、使いやすいです。それなんか手ブレ補正みたいなやつあるんですか。あ、ついてますね。おー、あのほとんどブレません。すごいですね。多分このカメラが一番ブレないんじゃないかと思います。本当ですか。はい、別にあの
プロモーションでも何でもないんですけど、使った感じで言うと、僕素人なんで撮影に関しては自信があまりないんですけど、でもすごい綺麗に撮られてますよね。あ、はい、なんかプロみたいってコメントいただいた時嬉しかったです。20分ぐらいで着きますね。さすがです。はい。と神社です。パート1はもうすぐ終わりです。パート3までにしようと思ってます。本当は1本でやりたいんですけど、はい、一礼はここですればいいですか。はい、一礼しました、はい、もし全部をつないで編集をするとですね、僕3週間に1編ぐらいしか出せないです、はい、はい、到着しました。はい、普通にご案内の感じで、はい、ありがとうございます。じゃあここで1回切ります。はい、ありがとうございます。1回更新、はい、はい、パトススタートです。質問コーナー行きます。リエさんへのファンの方からいろんな質問が来てますのでお答えいただきます。ロマンド・パスクワーレさん、前回からどうなりましたか。浅草に戻ってきてくれて嬉しいですということで。はい、ありがとうございます。休んでる間はどんな仕事をされてました、どんなことされてましたか。休んでる間は学校の勉強もしてましたし、はい、あと就職活動とかもしてましたし、ドイツはフランクフルト国際日本人学校っていうのがあって、はい、みんな日本人なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからもう日本人の友達がいて、はい、日本語で勉強して、はい、アパート2の途中からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどはい、マスクは取っていただきましたけど、今はマスクして、はい、今からおみくじ引きに行きます。おみくじ引きに行きましょう。小みくじどれですか。ここですね。あった、こんな感じです。おみくじ200円ですね。あ、200円ですか。あれ、あ、そっか、表に出てたんであれかと思ってたんですけど、200円です。はい、では200円がここにありますので、はいはい、ありがとうございます。はい、経験していただきます。それでは、はい、入れます。動画の方ごめんなさい、ちょっとあれちょっと一瞬動画の方ごめんなさい、一回切ります。できました。結び終わりました。ダダン。これどうしてなんかおみくじって結ぶんですよね。結びますよね。はい、また皆さんよろしくお願いします。はい、また見てください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。はい、切ります。バイバイ。ありがとう。